リー・ライアン・リー・ライアンは、イギリスの歌手、人気グループ、ブルーのメンバー。リーは5歳の時に両親が離婚しており、母親と暮らすようになる。この時同時に学習障害の一種であるディスレクシアに苦しんでいた。2001年、18歳の時に、ブルーのメンバーとなり活動休止する2005年まで、メインボーカルを務めることが多かった。詳しくは、ブルーを参照のこと、活動休止後、 ソロ活動を始める。2006年、音楽業界やマスコミによって選出される。その年1年における、ワーストミュージックに送られる、ナオミ・アーズで、ワーストブリティッシュメールソロアーティスト賞がリーへ送られた。リーは2005年7月18日にソロデビューシングル、アーミー・オブ・ラバーズをリリース。UK チャート3位を記録し、イタリアチャートでは1位をマークした。同年8月1日。 デビューアルバムリーライアンをリリースし、UK アルバムチャート6位、イタリアチャート3位を記録。特に、イタリアでは、トップ12 5週間とどまった。10月10日、セカンドシングル、ターン・ユアカー・アラウンドをリリースしたが、プロモーション活動を積極的に行えなかったので、UK チャート12位にとどまった。また、2006年1月には3枚目のシングル、ウェン アイシンクオブユーをリリースしたが、これも UK チャート15位に終わる。デビューアルバムに同じく収録されている。リアルラブは映画、またブルーとしてリリースしたヒット曲、ブリーズイージーモリーがビデオ撮影に加わった。2005年の終わりにドルチェガッバーナと契約した。ソロ活動をしていた時はソニー BMG と契約をしていたが、意見の違いから現在はブルーとして、 グループ活動をしていた時に契約していた EMI と契約を結んでおり、現在はこのレーベルの下で2枚目のアルバムを制作中である。ソロ活動に関しては、エルトン・ジョンからアドバイスを受けていたとされ、スクラブ7のメンバーであったジョー・オメアラとも一時期活動していた。リーのマイスプイスによると、次のシングルは、レインースラブであると発表され、2006年12月10日にリリースされた。 しかし、UK チャート最高101位とブルーの、どのメンバーよりも売り上げが悪いものとなってしまった。2010年10月に、自身3枚目のソロアルバム、コンフェッションズがリリースされる予定であった。5月に、シングル、秘密の恋心、Secret Love が、プロモーションが十分できていなかったため、リリースが延期になった。その後、ようやくダブル a サイドとして、秘密の恋心、 俺は腐っても俺、シークレットラブ、アイ、I, ムフーアイアムを7月4日にリリース。しかし、プロモーションに力を入れたものの UK シングルチャート33位に終わり、契約していたゲファンレコードが、アルバム発売を前にしてリートの契約を解除した。それに伴い、アルバムに収められる予定であった曲を。しかしファンによる働きによってゲファンレコードと再契約し、 2011年1月31日にアルバムが発売予定である。2007年12月31日、タクシードライバーに暴行を振るい逮捕。2008年1月に出所している。ありがとうございます。